あの水どうしますかっていう時に、ちょっとハイボールぐらいの気分でちょっとやりたいですねっていうのを先ほど話しておりましたので、それぐらいあの気楽な感じで皆様にも聞いていただければなと、はい、いつもどこに行っても酔っ払ってますかって言われるんですけど、あの何酔っ払ってません、アルコールは入ってないのによく言われるので今日も水で大丈夫です、はい、なんか今日いろんなところで神戸とかね、各地でコンサートキャンセルになったりとか開演時間遅れたりとかしてたんですけれども、本当さっきもね MC のであのコンサート中にお話ししたんですけれども、ね、朝車に乗って、うん、でも絶対ここだけの話絶対言ったら怒られます、はい、関係者の方に絶対あのツイッターとかでつぶやかないでくださいね皆さんが、うん、こうしてまだかまだかとリハーサル時間遅れてるよって、岸間まだつかないのかなっておっしゃってる時に、私はみたらし団子とシャインマスカットとあのフランクフルトのソーセージを食べておりました。でも大丈夫、買って車の中に乗りましたから急いではいました。めちゃくちゃ堪能されてるじゃないですか。はい、じゃあ次行きますね。はい、じゃあスーパードン。バイオリンを習う学生のみで修学旅行に参加する選択肢は私には絶対にありえないという。何これ、なんかちょっとあの昭和な感じがするんですけれども、これはどういうことですか。修学旅行、修学旅行って、はい、泊まりに行くじゃないですか、はい、でバイオリンって毎日練習しなきゃいけないので、修学旅行に行くと楽器を持っていけないってなると2泊3日とかですよね。ありえないと思って自ら辞退してました、はい。まあ、飛行機に例えば海外に行って12時間とか 乗るんですけれども、そのねフライトの途中で乗り継ぎのとこで、はい、もう30分でも時間があったらお手洗いかどっかに駆け込んで、はい、バイオリンのちょっとあの音が小さくなるミュートっていうものがあって、それをつけて指を動かしてました、はい。でも私が今子供できたら修学旅行行ってきなさいって言いたいですね言いたい。じゃあこの、はい、ドイツ留学時代に学んだことについて、うん、次のスーパーこちらです。ドン。ドイツと日本では学び方が全然違う。英語の授業でドイツと日本のシステムに決定的な違いがあるということなんですが、ね、これってどういった。これ私3歳半から英語を勉強してましたけれども、はい、やっぱり一番びっくりしたことが、うん、私15歳ぐらいであの一般のドイツ人のお友達の学校に編入できたんですね。その時に英語の授業ですってなった時にびっくりしたことがありまして、じゃあその時もすでに SDGs ですよ、はいはい、SDGs について英語で議論しましょうっていう授業なんです。それが英語の授業、はい、なのでもちろん自発的な意見がなくてはいけない、はい、それで使える言葉で、それでもちろんちょっと修正はされますけれども、はい、ディベートしなきゃいけないんですね。はい、ではください、はい、こちらですね、発表させていただきます。1回 P 列、 P 列の方ね、誰もいないんじゃないの。あ、いらっしゃった。あとで、ありがとうございます。ここに画像で表示されたやつから1点選んでいただきまして、サインを添えてプレゼントさせていただきます。ありがとうございます。この舞台の出てきた雰囲気ってすぐ分かるんですよね。で皆さんがとっても温かくこう拍手してくださって、とっても最初から最後まで私自身楽しかったです。そしてトークショーっていうのをこうやってしっかりとするのは私初めてなんですね、あのコンサートの後は特に。なのでこうして、こんだけ今日長い、まあ、コンサートからしたら長いですよね、あの皆さんに本当にこうやってお付き合いいただいてとても嬉しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。